本日は備宿の日でありまして、まあ、日曜日の備宿ですので今後武術に当たっております。ですが日曜日の備宿の今後武術は量販期間に当たっております。まあ、前の動画でもその前の動画でも言ってますが7月は月末まで31日まで量販期間が当たっております。そこだから一つ考えなくちゃいけないんですけれども、この今後武術という日はどんな日かと言いますと、恩敵の討伐にいい日、勝負ごとにいい日、あと太陽の神様日天子様を拝むのにいい日、ガンガン行く日、そんな感じで捉えていいんじゃないでしょうか。ただ残念ながら備宿の日曜日の今後武術は量販期間が当たっているというのがちょっとミソでございます。でね、今日の気分はでんでん、いいですか、恩敵を討伐する、いいですね、感じますかこの力。そしてですね、でん、こんな日こそ愛を忘れずに、愛がなくちゃ何やってもダメです。先々日は安倍元首相を占ったんですが、今朝起き抜けにふと安倍元首相の奥様の昭恵さんのことなんかふと思って、昭恵さんどうなのかなと思って占ってみました。昭恵夫人は結構変わってて、大麻の栽培でしたっけあとは無農薬野菜のバーとかやられて、ファーストレディにもかかわらずですよ。だから相当変わってるし、自分の信念をしっかり持ってて、それを押し通すだけの頑固さも持ってます。昭恵さん宿用27宿では格宿なんですよね。昭恵夫人がですね、格宿で安倍元総理が、まあ、長宿なんですね。安海の関係で意外に多いんですよね。だけどカップルになってる安海の関係っていうのは、まあ、この場合ですと格宿である昭恵夫人がこう壊されてしまうという関係、間柄なんですね。格宿はとてもこう遊び好きで、かつ職人気質でって、結構こう特徴のある宿生なんですけど、ちょっと昭恵夫人のスプレッドを見てみたいと思います。それでですね、この2枚、この2枚が昭恵夫人を表すメインカードとなります。意味は聞かないでください。はい、ドンと、昭恵夫人ちょっと変わってるんですよね。すごくなんか遊び人な気質も出てて、大麻でしたっけ、大麻のこう栽培、まあ、別にそのドラッグをねやりたいがために栽培したわけじゃないわけなんだけど、あとあの無農薬野菜のこうなんか、ね、バーを開いてみたりとか、やっぱそういうとこやっぱ格宿だなっていうね。だってファーストレディですよ。よし、では、では昭恵夫人の今の気持ちと、そして今後スプレッド見ていきましょうね。メイゴー、うん、タイ、これは安倍元総理との関係性ですね。
格宿の昭恵さんは長宿である安倍元総理にかないませんので、かといって格宿も非常に強い粛清ですのでね、個性豊かな、だからうまくこう懐にグッと入って、その中で自分のこうスペースみたいなのをしっかり確保してこう楽しむこと、うん、ちょっと身を引いて喜びをこう求めつつ、少しだけど持て余してたのかな、そんな感じもしますね。じゃあこの命五体にさらに逆の命五体合わせていきます。命ワールドの逆、ゴー、うん、そしてタイ、逆か、うんうんうん、やはりまあ今回の大もう歴史的な事件なんだけど、当然昭恵夫人にとってはね、非常にパーソナルなことであって、ね、非常に傷ついてらっしゃる。だけどもすごく強い方で、こちら業の位置に一つのこう情熱がこう突っ立ってますよね。一つの芽生え、絶対負けないね、昭恵さん。少しだけどくるくる回っちゃうのかな、これだけのことだからまず当然だけど。そうだね、最後一枚切っときましょうか。うん、頑固な格宿である昭恵さんは変わりませんね、いい意味で変わりませんね、昭恵さんのままです。このエースのバンドが効いてますよ。ちょっと硬いかもしれないけど、ただぐる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 回る感じすごくけどパワー感じますね。うん、頑張れ昭恵さん。うん、開いてよかったスプレッド。よし、念飛ばしとく。ちょっともう出勤前なんだけど行くぜ。サナウ破れ若虫スロワオルカシ、サナウ破れ若虫スロワオルカシ、サナウなしは苦虫我が魂と。ちょアキエ夫人の格宿と安倍元総理の長宿は安海の関係なんですけれども、意外にこの安海のカップルって多いんですよね。なんでしょうね、こう引き付け合っちゃうんでしょうね、何かこう危ない予感みたいなもの。名理上は格宿と長宿で言いますと格宿の方が壊れます。ただ昭恵夫人の場合は血筋的なこう絡み、そして政治的な絡み、これらも非常に強いこう地盤を持ってますので、こちらの絡みがあって安倍元首相とのこうバランスを保ててたんじゃないかな。格宿って本当に遊び好きな宿なんですよ。でかつ職人気質で頑固なんですよ。うまい具合にこう安倍晋三氏の懐に入り込んで自分のスペースを確保してね、その中で許される範囲で自分のやりたいことをやってらしたんじゃないかな。いろいろ問題もありましたけど、まあ
大麻の件に関して相当問題だったのかもしれないけど、ただまあ総じてやっぱり魅力的な方ですよね。すごく面白い、アグレッシブ。で、今朝そんな昭恵夫人のことをね、祝葉板をくるくる回し、そしてスプレッド開いちゃいました。たまに思うんですよ、もう有名人とかね、もう占うのやめた方がいいのかななんて思うんだけどね、やっぱ気になっちゃってね、占っちゃいますね。さあ、今日の瞑想はね、病繁期間の本郷武術のね日ですので、少し思考を変えて、いつもはこう自然にリリースでしょう。今日はまず自分はここにいるよっていうことを自然にアピールしましょう。いいですね。天下独立、我ここにあり。私はここにいるよ。ここに存在していますよ。はい、大自然から一旦孤立します。自分の存在を強く輝かしてください。諸葛玉会復。さなう破れ若虫死するは愚かし。さなう破れ若虫死するは愚かし。さなうなし苦虫我が魂とし。さあ、最後に一旦リリースしましょうか。いつものように自然に自分を返します。緑を大いに含んだ自分自身がもう一回戻ってきます。このままグラウディングします。しっかり素足で自分の人生に降り立ちます。最後にもう一回言っておきましょうか。天下独立、我ここにあり。私はここにいるよ。ここにいますよと自然に見栄を切ってください。
雨にしとしと濡れる日の瞑想もまた一興でございます。ご視聴ありがとうございました。100システム百力夫でした。またお会いいたしましょう。